キルリアン写真とは、対象物に高周波、高電圧をかけて発生させたコロナ放電による発光現象を撮影した写真のこと。撮影時には、周波数 3kHz 前後、電圧 30K v 以上が用いられる。対象物から発散する水蒸気の電離、発光現象を撮影するため、撮影対象物は水分を帯びた物体であれば、生体、非生体を問わない。 また、真空中では、水蒸気が速やかに拡散するため、像を得ることができない。キルリアン写真で撮影した指先の後、ニコラ・テスラは、テスラコイルによる高周波を利用して、生体からのコロナ放電の像が得られることを発見していたが、当時は特に関心を呼ばず、そのまま忘れ去られていた。一般には1939年頃に、 ロシア人電気技師であるセミオン・ラビードビチ・キルリアンとバレンティナ・キルリアン夫妻によって取り上げられ、夫妻は生きた有機体が放つエネルギーの多彩で複雑な放出を捉えた写真として発表した。夫妻の報告によれば、使用れた葉の周りにある葉はほとんど全く揺らめく光を示さず、葉が徐々に死んでいくにつれ、その自己放出もそれに見合って減少し、葉が完全に死ぬと、 全く放出がなくなるということであり、その写真によって見出される生態エネルギーは十分な、量の新鮮な食物を食べないあるいは生のものを、滅多に食べない動物には保持できないということだった。夫妻はこの功績により、霊人勲章を授与された。2枚のコインを写したキルリアン写真キルリアン夫妻の説では、有機体でないコインからはコロナが出ないはずなのに、実際には放出されている。 著実家のリチャード・スズマンスキーは一連のキルリアン写真を調査する中でフィルムに触れる指の表面積とそれの圧力によってコロナの大きさが変わることに気づいた。加えて科学者のジョン・ピー・ヘックらのチームがさらに実験、検証したところキルリアン写真に映るコロナの大きさや形を決定づけるのは被写体の健康や気分には 無関係で高電圧と湿度による効果であると発表した。なお、生体からの水蒸気発散を捉えることができるため、ロシアでは癌の発見に利用する研究が行われている。オーラ、キルリアン写真の世界写真、谷口正彦実験、川口智和、ありがとうございます。